始まりまりした基礎英文法講座ですね今回は不定詞というところに行きたいと思いますね。はい。ね。厄介なやつですね。では行きましょう。はい。不定詞の1ってやつです。では行きます。さあ、どうでしょう。空所に入るのはジャン・ストリーム、なんとか、アット・ドクー。ね。どうですかもうスッとできる人には、もう簡単、楽勝ってなるよね。 当然、ジョンス・ d r リームって来てるね。Dream are は絶対にありえないですね。で、is なの、was なの、is to be なのってやつですね。はい。で、この1と3ですね。両方同じ理由でダメですね。えー、なんでですかだって考えてみなてさい、ね。ジョンの夢はお医者さんですって。これ覚えてます ?svc ってやつですね。これは、イコールが成り立たないですね。無理ですね。これは。 ダメでしょうだってジョンの夢イコールお医者さんじゃないですね。ジョンの夢イコールお医者さんじゃなくてジョンの夢っていうのはまあ日本語だと言えるのかジョンの夢は医者だっていうのかなでもジョンの夢は医者になることなんですよということで同じ理由ですねということで答えは2番になりますねはいこの「to be a doctor」っていうのがこれが塊になります これが全体で保護というものになりますね。ジョンの夢っていうのは、イコールお医者さんになること。名詞になってます。はい、こういうね。塊全体、この塊のことを区と言いますね。 はい、やっと出てきましたこの句と説とかってねややこしいもう説はやってんですけど覚えてます接続詞あって主語動詞のところでやりましたけどその主語動詞の塊のやつだったら説今回ほら主語いないでしょうか動詞はいるけど主語いないですねでこの主語動詞がいない主語動詞揃ってない塊のことを句って言います 苦しいとかじゃないですよ。はい、苦しまないですね。で、この塊で一個の名詞になってるよとかっていう感覚をつかめないんですよ、多くの人は。これをつかめるか掴かめないかで、あなたは中学2年生より先に行けるか行けないかが決まるわけです。大学に行っても中学英文法やってんです。悲しいとかって言ってますけど、これが分かんないからです。これの前まではなんとなく適当にやっていっても行けるんですよ。でもここからみんな止まっちゃう。 もちろん話すためにはね、セットフレーズでもパッと出せなきゃいけないんですね。ジョン・ストリームイズ・トゥ・ビア・ドクターとか、弁護士だったら dream to be a liar、ジョン・ストリーム・トゥ・ビア・ライアとかですね。トゥ・ビア・ティーチェーとかね、そういうのをパッパッパッと出せればいいんですけど、ね、そういった形であります。はい。で、名詞っていうのはさ、他にも役割あってね、保護だけじゃなかったでしょ。はい、例えば、ジョン・ワイズ・トゥ・ビア・ドクターっていうふうに言いますね。で、こういうのは、ジョンが お医者さんになるのを望みますって言ってるわけですね。ジョンとお医者さんになることはイコールじゃないですから、ジョン wants to be a doctor って言った場合、これは目的語になるわけですね。こういうふうに名詞っていうのは、そう、保護にもなるし、目的語にもなれますよね。喋、まあ、るときは、書くときは意識しなくていいですけども、この塊がっていうのが分かんないですね。結構読んでいけなくなっちゃうんですよ、英文。ジョンはカナダに行きたいだったら ジョンはい、カナダに行きたいですよとかっていうふうに言ですねで。もちろんその want to do っていうので覚えちゃって構わないですよ。ただ仕組みはこうなってるんだっていうのだけ覚えておいてください、ね。ジョン wants to be a doctor. ジョン wants to go to Canada。あ、モンテリオールがいいですからね。フランス語圏ですけど、ぜひね、ケベック州の行ってみてください。そしてバンクーバーってとこにね、留学してましたけどね。知ってますよねこれもね、SVO ってなると思うんですけど、はい、C と O がありまし、ね、だ そう一番有名なのがありますね名詞の働きってそうですね主語っていうのがありますよねそう主語になるやつってなれませんあでも勝手ながついてますね名詞っていうのはい目的語保護主語そうそう主語になるっていうのも覚えてますね「主語、はい」でいきますが「To eat breakfast is good」ってこれ学校の教科書とかには載ってないですこういう形でもいろんな参考書とか問題集には載ってますね いまだに中学校のものにも載ってます。使わないのに。ね、だから、はてなついてるんですよ、これ。ね、では、to eat breakfast。ね。あ、breakfast って知ってますか朝食ってやつね。やったっけこれ。fast っていうのがね、これ知ってますどういう意味だから。これ、断食って意味ですね。そう、断食を破るって意味ですね。ここではい、断食、ご飯食べてない時間が終わるって意味から、だから朝食って意味なんですよ。ね、breakfast を食べることはいいことですって、これ習うんですよ。 To eat breakfast is good. Tooth、ね、が正午になってるやつって。まあ、確かに出てきますよ。難関大の英文読んでれば登場します。登場するけど、英作文ではやらないでください、ね。これ間違ってるって思うネイティブがすごく多いからですね。まあ、少なくとも自然だと思うネイティブは非常に少ないです。ものすごく硬い文で使うことはあるんですよ。朝食食、う、いいっていめちゃめちゃ簡単な表現なのにこんなふうに使うことはまずないんです。で、こういう時どうするって習いました 「It is good to eat breakfast」っていうふうに「It」を頭に置いてやって「t o 不定詞を後ろにやってやるとかっていうやつです。そう「It」Too」公文とかってね習ったりするやつですよ。覚えてますか?「尻尾長々」が登場だっていうふうに覚えてますね。頭でっかちをは英語は好きじゃないんですよ。なるべく英語は長いものを後ろに置く。だからこの「尻尾長々」ですね。え「It」が主語になって。で、 が指すのがこののこ不っていうものになるんだあ,あそういうのなんだこっちを覚えてるせいでなんかこっちがね特別な形的に覚えてるかもしれないですけど逆ですからねこっちが普通でこっちがすごく異様な形だっていうのを忘れないでください、ね、だから覚えるのはこっち側なんですよじゃああとはほらエクササイズするのがいいですよって言ったらそう「It is good to exercise」なんていうふうに言いますね「It is good to exercise」で このトゥー不定詞全体を指してますよっていうわけです。The ToExercise is good っていうんじゃなくて、It is good to exercise ってね、こっちです。で、ただ、はい、喋るとき覚えてますね。そう、喋るときは、そう、It 代名詞、Is ですね、一種の助動詞だって言いますね。それが、はい、くっつくんですね。そう、だから、It's good to eat breakfast とか、It's good to exercise っていうふうに、It と Is を合体させた形で使ってください。 ははい、こんん。なな感じですね。でちなみにに入試問題には出ませんでか今から言うのは入試問題には出ないけど学校のテストで出ちゃったりするのでやっときますこんなの出して何になるんだっていうんですけど「このティフ,ティ,フィはリ比的用法であるか」とかですね一応しといてくださいこれ「IT」のね役割と同じだから。 だからこれ名詞的用法ですよ。一、so, so、t は主語でしょ。主語と同じなんだから名詞ですよっていうどうでもいい問題が出ることがありますので私がこうやって言うことによって学校からこういうテストが消えるかもしれないですか、ね、別にそれは覚えなくていいです。こ,のこれが名詞であるとか覚えなくていいですかというかこういう表現があるんだ。It's good to eat breakfast っていうのがあるんだと覚えてもらえればいいです。はい。まあ現段階ではこういう言い方もあるんだっていうふうに覚えておればいいです。ここからがですねすごい重要になっていくんですけど、ね、レベルが上がりますね。 ここにあなたを入れたいんですよ。あなたが朝食食べることっていうのはいいことなんだよっていうふうに入れたい。そういうときは It's good for you to eat breakfast っていうふうになりますね。そう、これです、for you。まだ中学校までだとあなたにとって Breakfast を食べることはいいことですって習います。ただ高校になるとこれはあなたが ブレックファーストを食べることはいいことですよっていう風に覚えた方がいいですでここから重要ですいいですね意味上の主語と言われるものですちょっと S 点つけてません、ね、意味上なのでここに主語述語の関係が成り立ちます こういう関係がないゃいです先生によっては to を囲んでこの to の塊だけで「For you」はあなたのためにっていうふうにやる人もいます別にそれでもいいですがこうやってやっといた方が後々いろんな入試問題に役立つのでやっておきますねこうやってねあなたが breakfast を食べることはいいことなんだよって言いますねじゃあ私たちだったらどうなる ?It's good for 主語だから「For we」とかってやっちゃダメです「For us」なんで はい、こういうふうに「For Ask to Eat」っていう形にしないといけませんそう「For」ってもともとないしそう前置詞でしょだから前置詞の後ろは目的語なんですよ覚えてます前置詞の後ろは目的語なんですよ前置詞足す名詞で覚えてる人それはそれでいいんですけど前置詞の後ろは目的語目的語はほら目的格ですね「AS」っていうのは目的格主格じゃないんですよ集合じゃない目的格っていうのは目的語の位置にいるときの形ですだから前置詞の後ろは アスっていう形にしなきゃいけないですねいい集中してくださいねここね全知識足す目的語なんで目的語の形をしてるんだけど意味上意味はイートの主語になってますよこれが意味上の主語ってやつですこれが中学校の時には習ってこなかっためちゃめちゃ高校になるとレベルが上がるやつですはい だから結局多くの人は中学校文法から抜け出せないまずこの「意味上の主語」っていう意味を分かってくださいですねそうそういうふうに形としては違うんだけど意味の上では主語になってるよっていうのを意味上の主語って言うんですよ大変ですねこれねじゃああなたがエクササイズするのは大事なことですよっつったらそうそうそう It's exercise to good for you to exercise. っていう,ふうになりますよねこれも「f o r to ってやって意味上の主語ですね,、はい、ねこういった形になるとねえんであなたがエクササイズするのはいいことですよっていうふうになるわけです他の形容詞もやってみましょうかここですねいろんな形容詞来ることがあるんでやってみますね、まあ、一応「it f o r to 公文」とかって習うやつですあなたが朝食食べるのは重要なことだよっつったら はいそうですね。It's important for you to eat breakfast っていうふうになりますね。はい、it for to ですね。こうすることは重要ですよって言ってあなたが、はい、朝食を食べることっていうのは重要ですよってことです。じゃあ次、はい、あなたがエクササイズするのは重要なことだやったら It's important for you to exercise ね。と同じです。 はい、全体、塊全体でこうなっていて、ブレックファーストを食べるのはあなたですね。エクササイズするのもあなたですね。この「You」っていうのは目的学ですよ。目的語になってるやつね。フォーの後ろですから。でもこうなるわけです。だから私たちがブレックファーストを食べるのが重要ですだったら、「It's important for us to eat breakfast」ね。明日に帰ればですね。で、私がエクササイズするのが重要ですたら、「It's important for me to exercise」とかっていうふうになりますよね。 こういうふうに目的格なんだけど意味上の主語になれるよ。そう。だから、トゥー不定詞の意味上の主語に,になるやつに、今、方ォがくっつくっていうふうに覚えてください。これがとっても大事になるわけですね。for us to eat ハートみたいになったのかもね。eat b ブレックフォー t ね。省略する、こう、点々点,点って打つんですよ。これわかるんですね。では日本人の多くてどうやってやるか知ってるでしょそう。こうやってやっちゃう人が多いですね。 これ日本語ですからね英語にはないからこれ英作文採点しててこれが出てきた時度肝を抜かれましたよビヨーンって書いてあってえーなどなどみたいな感じでですね出てきた時にちょっと衝撃を受けたことがありますのでこれは英語ではありませんだから英作文とか、ね、絶対使わないでねまあ英作文でもこの点点点使うことは、まあ、まずないと思いますけどまあどっかから引用してきてとかだったら使うこともあ,あるんですけどね今回ねこの意味上の主語っやりましたそ it to come してる it for to come はいはい習ったことあるよ 指定種の名法方習ったことあるよって思ってるんですけど実はこのね「未曽の手法」っていうのはとっても大事なのでえきちんと押さえておいてください。なながってないこ、ね、ここね,、はい <laughs> ねはい、この動画がよかったら、はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。